はぁ、エコネこんばんは、ハルケです。今回はウィンターワールドカードチーム3のティアリストになります。選手の強さを5段階で評価したものがティアリストになっているので、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。今回もですね、ハイソン選手、そして SBC だったり目標できた選手をティアリストにまとめてます。こちらの動画ですね、現役の選手のみということになってます。じゃあそれでは早速紹介をしていきます。こちらがウィンターワールドカードチーム3の、まあ、元気の選手のみになるんですけれども、ティアリストになります。まずは D ですね。D はですね、クラウデ・マウリス。この選手を入れました。この人は結構、まあ、小さめな選手で、まあ、扱いがしやすい、まあ、軽い選手にはなります。なので、あまりこう、なんか使用感というか、こう、重たくて動かなくて使いづらいっていうほどの選手ではないです。ただやっぱりその小ささがゆえにフィジカルで取りきれなかったりとか、守備力っていうのはあまりない選手に、なってしまいますね。ちっちゃいんだけれども、なんかこうちゃんと足を出してくれるとか、なんかモドリッチとかカンテのような選手では、ないです。ちっちゃい軽いのに強いっていう選手では、なくって、あまり理不尽さっていうのは感じない、そんな選手にはなってしまいますね。能力的にも、あまり高くはない選手にはなってしまうので、どうしてもこう代わりは、いてしまう、そういう風な中盤になりますね。で、そして続いては C ですね。C はですね、シェルビー、そしてエルヤミク、そしてラスパドリと、この3名になります。まずはシェルビーですね。まあ、ケミはね、少し難しい選手にはなるんですけれども、ペースが99のサイドバックになります。守備力はね、あまりない選手には、なりますし、インターセプトの値もね、少し低い数値にはなってしまってますね。で、リアクションもあまりなくですね、ペースはあるんだけれども、ドリブル敏捷性とかが、ないという選手にはなりますね。で、パスもなんかあまりうまくは、ない選手にはなるので、正直こうペースがあるっていう風なところだけが、まあ、プラスポイントなので、個人的には C かなっていう風に思います。他はね、正直 D ランクに入っていてもね、おかしくは、ないぐらいの、結構あまり足りてない能力にはなってしまいますね。で、そして続いてはエルヤミクですね。まあ、センターバックとしてペースが速くってフィジカルもあってっていう、そういう選手になります。クイックステップのね、プラスもついてはいるので、本当にこうペース面、裏抜けの対応とかもしっかりできるという、そういう選手になりますね。遅さっていうのはもう全く、ないです。ただやっぱりね、なんか取りきれなかったりとか、まあ、AI 面とかがね、なんかあんまりこうセンターバックとしては賢くは、なかったり、不満なところではありますね。まあ、リアクションとかもね、割といいので使えなくは全然ないんですけど、ただなんかこう、本当に安心感があるセンターバックっていう選手ではない。なんかどうしてもなんか取りきれなかったりとかするのは守備能力なんかなっていう風には思うので、ペースがいいだけに、まあ、ちょっと惜しかった選手かなというふうには思いますね。で、そして続いてラスパドーリですね。こういったね、スキル逆足素晴らしくって、全然フィニッシャーとして使えはするんですけれども、今の現環境の中でいくと代わりはまだいるかなっていうふうには思います。ほんで、まあ、使えなくはないし、シュートもね、決め切ってはくれる選手にはなるんで、割といいとは思うんですけど、ただこれだったら同じくウィンターワールドで、来たスキル4逆足5のイサクで自分はいいというふうには思うので、悪くはないんだけれども、代わりは、いてしまうかな。やっぱり ST の選手みんなね、強い人多いですし、まあ能力的にもっと高かったらね、個人的には良かったかなっていうのは思います。ラピッドのプラスも全然いいです。普通にいいんですけど、まあ、ちょっとライバルが今の現格だといてしまうかな、多くいるなというふうに思いますね。で、そして続いては B ですね。 B はですね、カゼミロ、そしてランプティ、そしてアルベロ、そして目標できましたミナ、この4名を入れてます。まずはカゼミロですね。 ST の選手として、来ました。ペースが90まで、上がって、シュート能力も高くなってます。で、ディフェンス能力がぐっと、下がって、本当に ST 選手としてカゼミロが登場をしたということになってます。で、一応パワーシュートのね、プラスもついているという風な感じですね。で、エアリアルもついている。ただまあ、ジャンプ値だったりとかが低いという感じに、なりますね。で、そして、リアクション冷静さ、ここ99になっているという感じですね。まあ、この人は結構重たさが
ありますね。どうしても重たさがあるんですけれども、逆足5で両足から触れるという力を、まあ、手にしましたね。パスはあまりうまくは、ないですし、まあどうしてもこう使い方っていうのがフィニッシャータイプというか、まあ横パスして風見ろお願いしますズドンみたいな、そういう風な使い方にはなってしまうかなと思いますね。で、裏抜けだったりとかも抜ければいいですけど、どうしてもこう対応をされ追いつかれてしまうと、まあなかなかちょっと難しい。どうしてもドリブル本当に結構重たさは、あるので、まあ、そこら辺がちょっと難しくはなってしまうかなというふうには思いますね。ただまあ全然個人的にはまあ B ランクスタメンに入ってもおかしくはないレベルかなというふうには思いますね。で、そして続いてはランプティですね。ランプティ、もうこの選手もですね、久しぶりの特殊かな、 TOTW で1回来た選手、まあ、イベントカードとしては初という強化になりますね。逆足が5になったっていうのは非常に素晴らしいと思います。まあこれで LB 左サイドバックもできる選手にはなりますし、両サイドバックできるというのは非常にでかいなというふうに思います。で、ロングスローのプラスがついてますし、あとはあの本当にフィジカルがね弱い選手、ちっちゃくってフィジカル負けっていうのがどうしてもあるんですけれども、積極性がね99だったりとか、まあドリブルが軽かったり守備能力も意外としっかりしているという、そういう選手になっていて、ペースも速いっていう感じなんで、本当その球際の部分以外はですね、割といいなっていうふうには思う。全然使える選手には、なりますね。なので、まあ本当にウイングバックとかがもしかすると、一番いいかなっていうふうには思いますね。ただ、まあ視野がちょっと低いんで、斜めのスルーパスとかがどうしてもこう通らなかったりとかもするので、使いやすさっていうのはありながら、まあいいところもありつつ悪いところもちょっとあるみたい。そういう選手にはなりますね。まあ個人的にこの人も、まあその改善、どんどんされていけば面白い選手にはなってくるかなというふうには思いますね。今のこの86だったら、まあまあ B かなっていうふうには思いますね。で、そして続いてアルベロですね。この選手キーパーになってます。もともとシルバーで、ボランチかな CDM の選手だったんですけど、キーパーに、変わってますね。で、一応2メーターあります。2メーター2センチあるので、まあキーパーとしてのこの身長っていうふうな部分ではまあ結構高い方だというふうに思いますね。まあキーパーに関しては、まあこういう人がめちゃくちゃ止めるとかっていうのも、ありえなくはないと思うんですけど、能力的な部分でどうしても足りないですし、まあリーグのキーパーっていうことでわざわざこの人使わず別にドンちゃん、ドンナルンまでいいというふうに思います。まあなかなか未知数でキーパーは評価難しくはなってしまう。ほんと試合に、酔ったりとかはするんですけど、まあ優先的な選手ではないのかなっていうふうには思いますね。で、そして続いて目標できましたミナですね。ジェリーミナ、この人はね目標の選手としては非常に素晴らしいと思います。全然使える選手には、なりますね。先ほどのエルヤミクほどスピードはないですけれども、守備力がしっかりしていてちゃんとガシッと取り切れる、力があります。本当センターバックとしてゴリッといける。で、あとは冷静さだったりとかも非常に高くなってますし、リアクション積極性もあると、あとは空中戦もしっかり弾き返す力っていうのはあるので、しっかりね、この人も目標の選手としてはまだ全然使える方の選手だと思います。逆足5にもなりましたし、そこも大きいアップグレードかなと思いますね。まあ、ただ、やっぱりドリブルが重かったりとか、あとはインターセプトの能力がね、ちょっと低くはなってしまってるので、まあそこら辺がね、気にはなってくるかなというふうに思います。で、そして続いては A ですね。A はですね、クルトワ、そしてアデイエミ、ゴレツカ、女子選手デビーニャ、この4名になってます。まずはクルトワですね。クルトワもですね、風見ろ同様 ST 選手として登場を、しました。まあ本当もともと身長がめちゃくちゃ高かったので、まあそういう風な部分でヘディングとかも、まあできる。ジャンプ99でエアリアルのプラスもついている。でもヘディング精度が49って結構なんか謎の、感じにはなってますね。ただ空中戦の勝率っていうのはかなり高いんじゃないかなという風に思います。そしてドリブルがですね、89まで上がりまして、敏捷性、バランス、そしてリアクション、冷静さすべて99ということになってます。どうしても身長がめちゃくちゃ高いので、まあここの部分99とかになったとしてもドリブリングがね81なんで、重たさっていうのはある程度はあると思いますけど、身長がめっちゃ高い割には全然モテるバロテッリみたいな現象は起きてます。普通にまだモテる選手にはなるんで割といいですね。そして視野も89と、パスもスルーパスという風な部分では
まだ通せるっていう、そういう力も持ちながら決定力は非常に高いですね。やっぱり99冷静さあるし、シュート力も99あって、決定力も86あるという、そういう選手になるんで、全然 ST 選手として決定力が低い方ではない、むしろちょっと高い方の、選手にはなるんじゃないかなと思います。そして PK が99と、まあやっぱりキーパー、もともとキーパーやったから、まあ、分かるよっていう風な感じ、どっち飛ぶんや分かるぞっていう風な感じで PK もうまいというね。でペースも86あると、まあ本当にすごい選手が来たなっていう風な感じで、まあ重たい人でもいいっていう方はクルトーは正直めちゃくちゃ使いこなせると思います。例えばまあルカクだったりとか、まあ直近だとドログバとか、そういう風な選手、重たいんだけどやっぱり空中戦とか、まあスピード面がある程度あるっていう選手を使い慣れている人だったら、正直その選手たちにがっつり変わる選手で強い選手にクルトワはなるので、結構おすすめかなというふうには思いますね。でそしてアデイエミですね。続いてアデイエミ、この人は能力86で少し低いと思うんですけれども、前線の選手、アタッカーの選手としてスピードが98あるっていうのは非常に素晴らしいです。でドリブルもめちゃくちゃ軽いし、軽さがありながらちょっとシュートも決めれる、打てるよっていう選手にはなりますね。パスがちょっと下手っていう風なところだけですかね、個人的に気になる部分は。本当にスピード面っていうのは速いし、相手を置いていけるっていう力があるだけで、かなり前線の選手としては、まあ、ありがたいというか、楽に突破ができる要素にはなるので、このスピード面が本当にあるっていうのは本当に素晴らしいと思います。かなり強い、それだけで強い選手にはなりますし、まあマジでブンデスの選手の中で言ってもトップクラスに、強さがある選手にはなります。なので、まあ、個人的には十分、A ランクに相当すると思いますね。でそして続いてはゴレツカですね。ゴレツカはねスキルがね3のままで、個人的にはやっぱり4以上アップグレードされて欲しかったなっていうのは思います。ただ能力はやっぱりしっかり、してますね。バランスがいいというか、シュートもね打てるし、守備もしっかりできる、フィジカルにも負けないし、ある程度こうドリブルも運べてパスも上手いっていう選手にはなるので、やっぱり普通に強いなというふうには思いますね。さらにインターセプトのプラスを備えたことによって、ちょっとこうベリンガムのような、形で強化をされたんじゃないかなというふうには思いますね。まあペースも80ですけど、まあ全然この人はある程度の速さっていうのは、ある、あまり遅さを感じない選手にはなるので、まあやっぱりこの人は普通に強いな、まあ安定にね強いゴレツカが強化されたなというふうな、選手ですね。でそして続いてはデビーニャですね。デビーニャ、この人はようやく初特殊になるんじゃないかなと思いますね。金のデビーニャはよく開幕使われていた選手かなと思いますし、もともと55っていうのはね非常に貴重な選手になりますね。能力自体はやっぱりドリブルとスピードと、まあ、そこのパス面だったりとかもね、ある選手にはなるので、非常に使いやすい選手になります。身長も低いんでめちゃくちゃ軽いです。この人はめちゃくちゃ軽いで、フィジカル自体はどうしても弱い、選手になりますね。結構ねガツンと当たられたら、あもう無理ですみたいな感じでやられて、しまうので、いかにこう触らせないか、いかにこう体を当てられないかっていうところが、まあ、鍵になるというふうに思います。なのでフィジカルでゴリとか、なんか無理に行くっていうことはなかなかできない選手には、なりますね。ただやっぱりテクニカルのプラス備えていたりとか、ほんとスキル逆足ともに5っていうのは非常に、素晴らしい要素にはなってくるので、ケミが難しいんですけど、そのケミを合わせてでも使いたい、そんな選手にはなりますね。でそして続いては S ですね。S はですね、レナト・サンチェス、そしてクンデ、サラー・サリバ、この4名を入れました。まずはレナトですね。レナトは意外と値段はもっとするかなっていうふうには思ったんですけど、ただ能力もそこまで伸びずというふうな、ことで多分5、60ぐらいの選手にはなりますね。やっぱりね、能力以上に強さはもちろん感じるんですけれども、個人的にはもっと化けてほしかったなっていうのは、思いますね。でドリブルはやっぱり軽いです。軽さがありながらですね、スピードも、ある程度あって、パスもねうまく、なってるので、まあ、プレイスタイルの部分も相まって、うまさっていうのがあります。でシュートがねちょっとあまり打てはしない選手にはなるんですけど、一応冷静さとシュート力がね、高いので、こう本当に決定力69ですけど、
まあ、それよりかは意外と決めてくれるっていう、まあ、期待はしない方がいいけど意外と頑張って決めてくれるっていうシーンもあるという選手になりますね。まあ普通にやっぱりバランス良くって軽くて強いっていう選手にはなるので、まあ個人的には全然 S に入ってもおかしくないかなというふうに思います。でそして続いてはクンデですね。クンデは一応センターバックからボランチの選手に変わってます。で一応右サイドバックとか、まあもちろんセンターバックもそうですけど、そういうふうなポジションもう大体ポジションではつかず、もう本当に中盤でしか置けないっていう風な感じにはなるので、まあ試合後にセンターバックとかにポジションするしかないかなという風に思いますね。個人的にはボランチでとか中盤でっていうよりかはセンターバック起用の方がやっぱりこの人はいいです。トレイルブレイザーズ開拓者、からペースはね1下がってますけど、ブルーザーのプラスがついたりとか、まあパス面がちょっと上がったりとかはしてますので、まだまだセンターバック起用の方が個人的にはいいかなというふうには思いますね。まあもともとやっぱり組んで、今作金も、開拓者も、特殊強いですし、まあこのカードもですね、普通に強化は、全然されてる、方だと思うので、全然強さっていうのはあります。で、かつ、やっぱりこうフィジカル面を補うブルーザのプラスがついたっていうのも個人的には嬉しいポイントにはなりますし、まあ守備で大事なジョッキーとか、あとは予測とか、あとはクイックステップ、容赦なしについてはいるので、うん、普通に強いなというふうには思いますね。まあ、ポジションできるんだったら、この人センターバックで使う方がいいと思います。で、そして続いてはサラーですね。サラーがですね、ほんとチーム3の中では群抜いて、現役の中では高いです。うん。もうほんと他の選手と桁違いの値段の高さを、してますね。逆足が3っていうようなところ、ここも変わらなかったっていうのは残念ではあるんですけれども、ただ、やっぱり明らかに強い選手になりますね。能力は言わずもがなにはなるんですけれども、まあ、今週、コントロールシュートのプラスがついてますし、まあ、カーブ値だったりとか、またはロングシュート値っていうのもある程度、高くですね、理不尽な今週っていうのもしっかり、打てる選手にはなります。まあ、決定力っていうのは本当に高いです。右足は逆足さんですけど、それでも決めきれる力っていうのを持ってますし、あとは速さ、そして細かさ、さらにパスのうまさっていうのもあるので、前線としては本当に素晴らしいなというふうには思います。で、フィジカルもね、85もあるので、で、かつスタミナもね、めっちゃ高いんで、本当1試合ずっと活躍ができる、安定したパフォーマンスできるっていうふうなところで、本当に理不尽さをね、感じる選手にはなりますね。で、そして続いてはサリバですね。サリバもね、思ったよりは値段高くならず、3、40ぐらいでとどまってますかね。インターセプトのプラスがついたことによって、まあ結構センターバックとしてパスカットをしてくれるんじゃないかと思いますし、空中戦もね、地上戦もしっかりね、対応できるセンターバックにはなりますし、ペースもね、速い。かつビルドアップでも、ショートパス値がね、90もね、あるセンターバックにはなるので、結構ね、嬉しい選手かなと思います。で、かつまあバランほど高くならずっていう感じなんで、まあバラン届かないっていう方はプレミアで同じくフランスのセンターバックサリバでも十分戦えると思います。普通に強い選手でリアクションもね、あとは冷静さも積極性もね、ある選手にはなるので、結構ね、コスパはいいんじゃないかなというふうには思いますね。個人的には、まあこの人も金で強かった選手になりますし、ようやくこの人もね、初特集にはなりますので、まあ、アーセナルファンの方だったりとか、まあ、サリバの強化を使いたいっていう方は、うん、十分強さを感じながら使えるんじゃないかと思います。まあ、というかね、こちらが、ウィンターワールドカードチーム3、現役の選手のみですね、ティアリストになります。まあ、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいのだったら、チャンネル登録、高評価、お願いします。それでは、バイバイ。